DVD 彼氏彼女の事情オーパスさん発売記念アスビンとマホのインタビューオブカレカロだ。経験したことのない番組進行でとっても戸惑いましたね、私は。その番組進行っていうのは通常だと、まあ一回映像を見てでマイク前に立ってテストやって、まあ、本番なりもう一回テストやって本番撮ると、そういう順序があると。そういうのがちょっと、それが前半15分なら15分ものやって次があるっていうのが通常ってことだよね。そうそう、それがですね、こうの作品でですね、シーンごとに立ってる人ごとに切っていくので、なかなかこれが気持ちをつなげていくのが、そうかそうか、そうそうだよね。なんか1ページごとにシーンが変わるとそこまでってやってたり ね、ちょっと細切れになりすぎて気持ちがね、なかなかつながらないって言ってちゃいけないんですけれども、ね、そうですね。その辺が難しいな。確かにそれは僕もね、思いました。それがやっぱり慣れてくればそれはそれでね、この作品の良さっていうのはあるんですけども、僕今ね、ふっと思い出したのはね、もうなんかね、思い出っていうかね、苦労、もうこれね、もうこれ見てるみんなにはね、あまり関係ないのかもしれないんだけど、言っとく、番組終わった後にね、飲みに行く場所でここをね、調べに行く。なぜかね、僕が役割を担ってしまってたね。いやいや、だってそのあの中で動けるほら、経験者、まあね、確かにパパに行かせるわけないから、ね、しかも安野さんなんか僕早出しするしね。そうね、おい、終わったからもう取り行ってきていいぞそれはもう、それで、はい、わかりましたって街中うろうろしてね、現場入る前に街中うろうろしてこの辺どうだろうって押し付けてから、行って、終わったら早く出させてもらったら、今このくらいなんですけどどうですかとか言ってね。そうそう、場所取りね。そう、それに走ってたのがなんかね、ふっと思い出して一番ね、思い出に残りつつね、大変だったなっていうしかもね、どんどんアフレコしてた時が寒くなっていくんですよね、暗い中走り回ってたんで、そうそう、一生懸命やってました、しかも、なんたって方向音痴ですから ね、行ったはいいけど、どこだっていう説明がみんなにできない携帯でかけるんだけど、今ね、こんなのがあるこの辺なんだけど、なんとか来てとか言ってね、野田君にね、あと草尾さんとかにもね、迷惑かけつつ ね、結局一生懸命探しても飲めないんで、そう、お酒飲めないんで、お酒飲めないよ女の子の中にですね、しっかり席は取ってるんです。え、そうかな両手に花だったよ、ずっと。それは誤解だと思う。誤解と、女の子しかいないじゃないか。え、私ずっとよく安野さんとか、あれだったよ、草尾さんとか、草尾さん違ったかな、草尾さんいたの。俺、草尾さんの横にしょっちゅういたよ、なんか知らないけど。え、浅場くんはですね、まあ結構いろんなところで話してるんですけどね、記載地そのままだよってみんなに言われるんですよね。で、それ言われちゃうと、演じるポイントも何も字を出せばいいのかっていう話になるんですけど、僕の中ではでもね、やっぱりそのね、こうエロチックな感じ、フェロモン大爆発みたいなのをこう声だけで、まあね、絵でいっぱい動いてくれてるんですけど、それ以上になんかこう声でうまくかぶせられたなっていうのを、あまりそういうのを出せない人なんで、持ってる、ないん、草尾さんが持ってないお前はって、あ、なんかフェロモンがね、でも女好きだって言われましたけど、女好きだよね、それはどうかな、そこ合ってると思う、本当、そこが言われるのか、まあいいんだけど、でも それを持ってないって言われるものを出さなきゃいけない、まあそれが役者なんだけど、そう、それを出す上でどうしたらいいのかっていうのをまず考えますよね、あとみんなから地のままだよって言われる部分もやっぱり、ね、人の意見っていうのは大事なんで、あるんだと。じゃあ何をしたらいいのか、今まで一生懸命あんまりいろんなこと考えて、かっこいい役が来たら2枚目に声を落として何とかでかんとかでってやったり、ね、子供みたいなの来たら、そういう、まあ簡単な話で、そう役を作ってたんですけど、今度はそういう極端なことしないで、もろに自分、浅場秀明イコール自分だっていうので、
字のままでなるべく喋れる、喋、うん、った上でフェロモン大爆発っていうのが出せるようにってなんかね、素で喋るって一番難しいなと思うんでね。そうだよね、うん、そうそう、そういうのをね、うん、浅間くんはね考えてってましたね。真帆さんは、そうね、だから私も真帆は結構今までにやっぱやったことのなかったキャラだったんで、うん、初め、まあ、どうやろこうやろというより、あの原作を読んだ時にすごい自分とリンクする部分がすっごいあったんですよ。だから逆にやるのが嫌でなんて言ったらもうまずいですけど、嫌なんか、うんうん、いやだから本当に 素の自分が、うん、あ、なるほどね、なんかここにいるっていう感じがして、結構、うん、どこまで素に近づけてやろうかな。うん、芝居やる上で素でやるってかなり難しいことだよね。ね、そうか、うん、やっぱりね、裸の自分を見てもらう、うんうん、確かに役者ってそういう部分があるんだろうけど、その裸の意味合いが違ってないよねっていうね。なんか今回でも真帆を、まあ、演じるポイントはやっぱりいじめを楽しく、いじめを楽しく、いじめを楽しくね、いじめ奨励はしてはいませんが演じる上では楽しく、いじめを自分で嫌だなと思ってやったら、したらやっぱり、ね、出ちゃう、いいいじめにならないよね、うん、後腐れのないこの嫌味、うん、っていうのをちょっと心がけてやってみましたが、うん、いかがだったでしょうか。 OK だと思いますよ ね、うん、ね、魔法について思うことはですね、言ってみ、言ってみ、言ってみ、うん、難しいなと思うんですけどね。何が難しい、なんかね、なんかこううまく表現できないんだけどね、うん、ずるいなとか思ってたのね。何が、なんかこうだってのがないんだけど、なんかずるいなとか思って見てました。それは私個人ということかい。うん、まあイコールでもいいけど、なんかわかんない、なんかこの辺にね、うん、ずるいなとか思いながらね、なんか思ってたんだ。そうそう、いじめてなんかおうおうってこうね、わーってやって知らない間に仲間に溶け込んで僕一生懸命わーってやってるのに、なんかねってされたりするからなとか思って。アサピンはうん、ああいう男が本当にいたら殴ってますね。そう、うん、はい、本当は軽くないんだけどね、うんうん、本当は重いんだよ。内面を知れば多分好きになるけども表面は嫌いです。だそうです。アンディマー似てー、ほんま似てー。これねやっぱ大ヒットでしょ、大ヒットでしょ、うちらの中では、ね、これ多分このね、今回さん、うん、この前にもきっとね出てると思うんですけどね、うん、朝ちゃんはずるいよ ね、あの美少女キャラというね、で、あのだんだん壊れていく様がですねあって、なおかつね、うん、やってる役者さんがね、あるじゃないですか、ね、そうだからね、この役者陣の中でもみんなで翼ちゃんを真似ようの会じゃないですかね、うん、みんな真似してたもん ね、もう母自ら真似しいのしてましたね。楽しかった、うん、あとは私はあれですかね、リカちゃんのあの器用な去り際、はいはいはい、届いてない、届いてない、それ聞こえない。ちょっとね届いてへんよって、ね、でもだからこそ足が出てるところが もうね見ててね悔しかったね、悔しい、やられた、そう一生懸命あーでもないこうでもないって考えてやってる僕らは何かかなり考えて、いや真似しようかなと思うんだけどできないじゃない、言っちゃいけないじゃない、うん、ね、ね、今回9話から出てくるあの、うん、それぞれのメンバー、うん、翼ちゃんチームはかなりねやられましたね、やられたね、うん、ある意味ものすごいみんな濃いメンバー、そうそう、ね、撮ってる人が濃いですよね、もうまあね、監督自らが、うん、濃いだって濃いんだもん ね、年中素足だしね、なんかどれもいいですけど面白いんですよ。9話、ついに真帆登場じゃないですか、しました ね、もう待ちに待ってやっと登場、うん、やっと登場しました、そしていきなし長ゼリフ、はい、大変でした大変でしたね、でも嫌なやつ、嫌なやつもう心がけましたか、もう嫌なやつって言ってもらえればもうバッチリ OK、 ハマったってやつか。そうだってね、これうちの親から電話をかかってきたんですよ、
放送した日に、うん、だからあんたお蝶夫人みたいやなお蝶夫人って古いなまあ、ね、もう50過ぎですから、まあ、そうね、まあね、いいけどね。宮沢が壊れるのは何話でしたかね。あれは 11? 宮沢が壊れる、うん、なんだっけ、翼ちゃんを追っかけるシーン、あーあれね、あれ10話ぐらいだと思うよ。あ、そっか、うん、そうそう、あれがねすっごい好きで、うん、あ俺も好き、あれ好き。あそこはね、煮物ですね、うん、そうそうそう、壊れ具合が ねそうそう、ゆきののね、やってる、演じてる時のね、あれもね、見ててね、楽しかったし ね頑張ってたから ね、うん、手バタバタしながら、ね、そうそうそう、ノイズ入る中に ね、 ね、 ねでもね、そのくらいね、迫真の演技でやってましたよ。そう、10話はそこですね。で、ビチチ登場、ビチチ登場、やっぱりもう12話何か、まあ、ビチチですね、ビチチだね、まあ、美しいものはいっぱい出てくるのいいってことですよ。まあ、アサピンはいませんので、12話はその前のところ、まあ戻ってみようね。ね、そうそうそう、うん、ね、そういう、何ですか、それぞれの思いはうまく届かないっていう、ね、このちょっとね、今までのこの11とかでおちゃらけた部分から一転をしまして、シリアスな思い、でもまあ気持ちはいろいろ分かるなっていう、うんうん、考えさせられる、うん、口を待ってない、考えさせられる話でした。はい、DVD 彼氏彼女の事情、オーパさん買ってくれてありがとうございましたね。これからも浅場くんまだまだ活躍しますから、しっかり見てくださいね。僕の色っぽいシーンがいっぱいありますから、はいね、うん、あとね、これからもね、まだね、オーパス4とか5とか6とかいっぱい出ますんでね、みんな全部買ってくださいね。で、みんなの応募があればもしかすると次があるかもしれないって僕らも望んでるんで、応援、おはがき、ご応募いっぱいお寄せください、よろしく。では、皆さんどうも、楽しんでいただけましたでしょうか。このね、ビデオの方もあと6巻まで続きますので、楽しんでいただければいいなと思っています。今後はね、魔法はちょっとどんどん壊れていくんですけれども、その壊れ具合も楽しんでいただければなんて思っています。ね、これからも皆さん応援よろしくお願いします。